はい、というわけで今回はこちらですね。コンパクトコネクタ固定で、スピーカーのね、あのスピーカーじゃない、これはあれです、780円で安く売ってたんですが、要はパソコンから、まあ、スマホからつないで、USB ですね、デジカメの USB をつなぐというものでございます。まあ、最近ね、今まで使ってたパソコンが、8年ぐらいですかね、6年ぐらいか使ってたんですが、まあ、ある日突然ぶっ壊れてしまいまして、でぶっ壊れたと同時にその、まあ、データも何もぶっ壊れましたから、そのパスワード等が分からなくなり、大変困ってたんですね。でそれで、まあ、いろんな人にこう教えてもらったり、調べてもらったり、なんだりしながら、まあ、やっと復活することができましたと。本当はね、今こんなね、もう平成という時代も終わって、年末にね、もう入ってきて、もうクリスマスが近いと、まあ一番ね、その動画をしたり、まあ特にオークションが、私の場合はオークションの方が大きいけども、まあ一番その稼ぎ時と言われてる時期にですね、パソコンがぶっ壊れるっていうのは、あの最悪のことであったんですが、まあ急遽新しいパソコンを買ったんですね。で買ったんですけども、まあ、そこにはその前のやつはデジカメとね、その SD カードを取り出して本体につけるのがあったんですけど、これの場合は全くないので、そういった機能がついてないやつなんですよ。でそれでいろいろ調べた結果、まあ USB をあのつけられるこういうものがあるということで、まあそれをこう買ってきたという次第ですね。本当にね、パソコンがね、来るまでにはどうするか、何をパソコンするか、で、パソコンが来たら来たで、やれ接続には戸惑うわ、あれでしたね、設定には戸惑うわって大変でしたんですけども、まあ、なんとか届いて、よかったなという感じです。では、これからこれを使って、まあ、こういう機能、機械も使って、まあ、新しいパソコンでのものというふうになれるといいなという感じです。どうもありがとうございました。